皆さんおはようございます、斉良平です。今日が3月11日金曜日か、はい、金曜日ですね。はい、今日で8戦終わり、前にちょっと8戦については話してますけども、詳しいことはよくて、とりあえず8戦っていう期間が終わりました。何かっていうと、ちょっとモヤモヤした期間が終わったよってことです。なので今日からまたいい日が、過ごせるんじゃないかなと思いますけども、最近ちょっとね、はい、雑談をうちの師匠とちょっとしたんやけど、はいはい、別に久しぶりに説教もなくやったんやけど、はい、説教もなかったんやけど、なんだろう、桃の花を飾ったやん、3月3日で、はいはいね、うちもまだ桃の花が綺麗に咲いとんやけども、枯れてきて、なんか寂しくなってきたら、そうですか、はい、なんかこう、何、なんか適当に花でもいいかなみたいな感じで話して、桃の花、そう、うちの桃の花にね、毛虫がついたとど、はい、それで嫁が反狂乱になって、虫が苦手やけで、桃の花はどうしようみたいな感じだったけど、まあ綺麗に取って飾ったんやけど、はい、桃の花じゃねえ、でも邪気のね、邪気払いの効果、桃の花は邪気払い、厄落としとか開運とか意味合いがあったりするけっていうことで、桃の花じゃねえ、でもなんか違うピンクの花にするかみたいな話をしとって、それでもいいよねみたいな感じで言ったら、えってな感じで言われてさ、はい、邪気払い効果があるのって桃の花じゃなくてもなんかいいんじゃないですかねっていう話をしたら、いや桃の花じゃないとダメやろって言われて、なんでよって言ったら、だから桃太郎は鬼退治に行ったんやろって言われたの。はい、はい、そこからと思って、邪気って邪悪な鬼やんを払うやろ、はいはいはい、そこから来てるのが、だから桃太郎が鬼退治に行くっていうのはそこで、ね、財宝を持って帰ってくるやん、はい、だから開運とかで鬼を払うとかって意味合いで桃の花を飾るって、そこから来とんよって言われて、桃の花じゃないと邪気払いの効果は、いやもちろん花飾るのはすごくいいんやけど、桃の花にはそういう力があるんよって言われて、桃の花がもう日本の昔話すげえなと思って、まあそういうことがありましたね。はい、なので皆さんも、桃の花を飾るとね、家の中の邪気払いが、出来上がりますよっていうことです。で今日はこれで終わろうと思います。はい、今日も一日頑張っていきましょうってことで終わろうと思います。はい、はい、やったからいや突っ込まんけはい、いやいやいや、今日は、パワーフードシリーズ、ね、春の旬のものと十分の本命性、一泊水星から九死火星までの本命性を織り交ぜて、作る、春の開運パワーフードレシピっていうね、いうアドバイスをしてますけども、三匹木星はもう良くない？良くないですよ。良くない良くない良くないか。だってもう新芽食っとったら三匹木星はもう今はもうあなたの時間、あなたの時期です。もうなんかいっぱい食べてくださいってことなんですけども、まあ、とりあえず3匹木星はの特徴っていうのはね、もともとこれ雷の星で、直感とかインスピレーションを冴えてる人が多くて、僕の周りにいる3匹木星の人たちは、まあ、直感優れてる人いますね。その上で先見の明があります。で意外なところでね、すごいアイデアマンだったりするんですよ。まあ、意外というか、まあ、3匹木星だからこそ出るアイデアってのがあったりするんですが、一つね、どんなこと、先見の明があって先を見る目があるのによく忘れる計画性がないっていうのが弱点だったりするのもあったりするんですが、三匹木星の人に対してちょっとアドバイスするんだったら、メモ用紙を持って歩いてください。この人たちはね、なんとなく過ごしてる日々の中でパッと降りてくるんよ、アイデアが。突拍子もないアイデアがポンと降りてきて、うわ、こんなことやったらすごいお金儲けできるかもみたいなアイデアがパッと思い浮かぶのにもかかわらず忘れるんよ。もうその時にその書くこと、そう、その時に書いておければ、いやね、過去にもね、特許を取って大成功した人にも、はい、僕の周りには3匹木星の人めっちゃいるんですけども、やっぱこの人たちはね、メモを持ち歩くっていう習慣があったんですよ。パッと思いついて絶対あると思いますよ。うわ、これやったらすっごいお金儲けできるかもって思って散歩歩いたら忘れとって、俺さっきなんかすごいアイデアが降りてきたのに何やったっけみたいな3匹木星の人を見たことがたくさんあるので、ぜひともメモ用紙を持って歩いてください。アイデア、直感ね、先見の明がある星ですが、ちょっと計画性が足りなくて、その上でよく、忘れますっていうことが弱点ですっていうことなんですが、まあ前々から言ってる通り、3匹木星の人は新芽っていうものがね、ものすごいパワーフードになっていくんですが、もうこの時期春に旬を迎えているものはもうほぼ 3匹木星の人のパワーフードになるんですけども、あとは酸っぱいもの、柑橘系とか酢の物とか、酢っていうものはね、一時的に自分の良くないなって思ってる流れをパッと切り替えてくれたりとか、定期的に酢の物を食べるのはね、意識してください。ドリンクで飲んでもいいしっていうことなんですが、まあ、あえてちょっと考えましたわ、三匹木星の人の、
はい、なんでそんな投げやりなんですか。まあ言ってしまうと新芽、これはもう何にしてもいいんですけども、わかめもねこの時期ね柔らかくて美味しいやつがいっぱい出回ります。あのわかめの俺ね釣りに行くけね防波堤にへばりついてるわかめね、あの取ります、あれ取っていいところと取っちゃいけんところがあるけ、まあ、取っていいところよりかはね浮いてくる、あ浮いてる、はい、漁師さんがバーッと取っていくんやけど、はい、取った後にね残りがみたいなのバーッと浮いてくるんよ。で漁師さんにこれタモですくってもいいですかって言ったらいいよって言われてすくって持って帰ってさっとしゃぶしゃぶしたらめっちゃくちゃうまかった、とろとろよ。もうそのわかめとか、あとわさびも新芽ですね。この時期のわさびもすごくいいし、まあ、ピリッとやってるのもこれもちょっとピリッと、ツーンとくる感じもね、あの三匹目線にとってはパワーフードです。でこれに対して水イカ、これねよく言うアオリイカっていうイカですけども同じです。これ地方によってちょっと呼び方が違うんですけども、春に旬を迎えるイカの中で最も美味しいと言われてる、イカの王様って言われてるのがこのアオリイカって言われてるイカですね。まあ、この時期産卵を控えててすっごく脂が乗るっていうよりもね身が厚くなりますとっても。でそれをマリネにする、これ酢を入れ、酢を混ぜてねマリネにするっていうことにすると新芽も取れて、その上でわさびと、アオリイカでわかめも一緒に入れて、なんだろうマリネってすると三匹木製の人のパワーフードになるよっていうことで、まあ、さらに自分のパワーフードとなっている本命性のパワーフードと旬のものを取り入れることによって自分の運勢をさらに上げることができますよっていうふうにしてやれると思いますので、こういったことをちょっと意識してくれたらいいかなと思いますということです。で三匹木星の日の特徴っていうのは、先見の明はあるんですけどね、ちょっとね物忘れが激しかったりするよっていうことがあったりするので覚えておいてください。 あとあの海藻類もね一泊水星と一緒で、三匹木星の人の、パワーフードになります。なのでこういったものを、取り入れるということですけども、今までで一泊水星から今三匹木星までやりましたけども、一泊水星の時はタイの炊き込みご飯とか、時刻同星の時は、菜の花のごま和えとかで、今回はマリネとかって言ってますけども、これね誰が食べてももちろんいいんですよ。で特にそういう本命性を持ってる人にとってはパワーフードになりますよっていうことなんですが、なんだろう誰が食べてもいいですし、酢の物とかねそういったちょっと食べるものに対して少し意識をやっていくっていうことで自分の運勢は必ず変わっていく。常に自分の運勢が停滞する時のきっかけっていうのはね、自分の何かに対する関心を失ってるんですよ。心、体、心に関心を持っていかない人たちが心を病んじゃったりするし、で体に対してやってくると骨がずれるよとかいうのもそうだし、食べることに関してもそうだしっていうことに関しても、関心を持つ、ちょっとだけ手間をかけるとかちょっとだけ意識するっていうだけで流れは変わりますっていうことを必ず意識しておいてくださいねっていうことなんですが、今俺何かを喋ろうと思ったんやけど何やったっけと思って、何を喋ろうとしたんやったっけ。なんかね、あそうか、なんでこんな食い物の話ばっかやってんだろうってね、ファスティング中に。ファスティング中だけじゃないのね、多分ね明日の動画ぐらいで、一気に結果が分かるんじゃないかな。明日が土曜日か日曜日までなんで断食中です。なんですけどね、あの体重はね、どれぐらいまで、スタートが87、8ぐらいだったので、どれぐらいまで行くのかっていうのをね楽しみにしておいてください。多分だいぶ変わると思うけどな。なんで始めてしまったんですかねこのファスティング中に。いや違うよね、ファスティング中ってね、人によっちゃストレスになるかもしれんけど、そうでもないですか。そう、食べるものことをね考えるのが、ね、いい。ハングリー精神的なやつですか。いや違うんですか、それとはまた。あえて俺はファスティング中に、断食の期間中に、あの食べ物の、はい、例えば孤高のグルメとかさ、はい、あの食べ物系のさドラマとかさ番組いっぱいあるやん、はい、ああいうのばっか見る俺。逆にですか。そう、そしたら発散できる。もう子供たちがバンバンご飯食べたりするのによっても、はい、自分が落ち着く。これ抜けたら、はい、食べれる、食べれるって思うのもそうやし、ファスティング終わった後に何だろう、食べるものがねこんなに美味しかったんやねっていう感動と感謝であふれるのが、はい、あの感動を味わえるんやったら5日でも1週間でもできるわって思う。ただ大根と昆布煮たものを食べて涙が出そうなぐらい美味しいんやけどね。今度ジム一緒にやろうか。お客さんの中にもコメント入ってましたね。誰に習ってるか、ちょっと一回ちゃんと調べてみて本人の許可を受けて、Facebook でねやってますその方は。
なので僕の先生なので、その人はあのファスティングのね先生がいるので、その人にも断り受けた上でちょっと一回聞いてみますね。その上であのご紹介しようと思います、 YouTube でもということです。はい、三品木星の人の特徴と、その簡単な特徴ですね、とあとは、三品木星の春の、パワーフードのレシピの話を簡単にさせていただきましたってことです。今日は以上ですってことで、今日も元気よくガッツポーズで締めようと思います。はい、桃の花は桃太郎よ。いやもう勉強になりましたねえ、すごいよね。この桃太郎の話にも逸話がちゃんとあるよ、もっと。まあいいや、今度しよう。それはまた、今度やろう。はい、じゃあいきます。じゃあいきます。ガッツポーズで、また皆さん見送っていきますね。ではいきます。いきますよ。せーの、おっしゃー！ということで、今日も元気よく、いってらっしゃい。お気をつけて。